おはようございます。おはようございます。本日はネレ朝密着ということで the very the performance day、うん、I will chase the ネレ朝's routine。 たくさん動きがあるからたくさんのじゃん全て追います今はこれ何中ですか？今はレッスンの中。レッスン準備は何をするんですか？エブリデイ違うの音楽アルバム、エクササイズを考えてます。なんで毎日違う？まあダンサーのためになんか違う音が聞いてるのはリフレッシュみたいな。じゃあレッスン参ります。後ろからするあれあれ、インストレッチしましょう。サークルちゃんとやれよ真面目にやってんだろ真面目にやってるふう出してたおい、調子乗んなよ。調子乗んなよ。調子乗ってたよな、お前。あ、おまわりさん本気出してる。なんか、あれが、ガチ勢の。来てる？大丈夫？ Yes, that's good. 見えないから怖い。 So you're not standing in front of me, just like, it's like funny scene. Your 頭 is a little bit like this. And then you put your weight this way. 頭 En plié. That's it. 頭 Good. Nice. 待て。今何してたんですか？今はコレクション。これは大事なんですか？とても大事です。次のリハーサーとかパフォーマンスに同じミステイクなし。じゃあ最初と最後のこうディファレンスも楽しい？ Yes, I mean the first performance も最初のパフォーマンスも It's very special because it's their first time they have raw emotions. So that's also very very special for the audience to see. なるほど、おもろいですね。アートだからいつも違う。いつも違う。アートの醍醐味。鳥見ました。鳥？鳥見ました。チキン。あ、チキンや。これは可愛いよね。可愛すぎ。あと魚見ました。魚ユニワークショップの魚。これ顔がちょっと可愛いこれいい感じ。まとめた方がいい気がする。今ボサボサ、うん、大阪の2日目の方がいい。大阪2日目、まあ一応こんな感じだったんじゃない。遠くからだとまたちょっと違うんだよ。いや近くで見たら違ったぞ。はい、ということで
ゲネバータリン、ゲネプロ、うん、最後のリハーサルを終わりました。終わりました。そっか、これがラストリハーサルで、明日ね、トゥーショーズだから、じゃあみんなすぐ展開に入っちゃうので No more chance ラストチャンス気を。どうでした、ラストチャンス。いい感じでした。完璧、完璧でした。わ、じゃあ本番っすね。元気。本番は？本番まで何するんですか？まあ準備してる。メイクとかヘアとか、あと衣装のチェック。あれはストレッチとかそういうボディ系は？それも恋の15分前やります。じゃあ15分前にこう整えていく感じで、うん、なるほど。ウォームアップします。じゃあこの後も密着いたします。お願いします。ダークネスの後はシャマークのタイミングはちょっと遅かったです。もうちょっと早かった。下に人がいて、うん、下ろせなかった。ちょうど2人、あ、一応ね、2人あのその前の2人は伝えました。なので、あ、大丈夫、大丈夫、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいいです。よろしくお願いします。基本的にグレードアップしてるんだけど、うん、音響さんが今回多分一番グレードアップしてるというか、うん、アップというかもう、まあ、そいなかったから。しかもさ、なんか確かね、ティアラ高等って確か音はすごい、うん、ここあの裏方の人はね、そう、あのナロなんだけど、うん、ナロなんだけど、まあ、音はいい。小さいから、まあ、この綺麗に見える、うん、Because it's smaller, it looks more cozy。 あー、なるほど。チキンを取ります。カリアグ、おいしい。それチキンでいいんですか？うん、チキン好き。プロテインあるから、うん、体の、このタイミングで食べた方がいいんですか？あんまりそんな食べな、ないけど、ちょっとだけ、ちょっとだけ。あ、プロテインだったら大丈夫。うん、あ、本当だ、ご飯ちょっと残してる、うん、あとお茶。あ、カフェイン。 Yes。 でも not the strong one。 うん、あ、Because I already drink two coffees. So it's tea. 後ろになんかね、カフェインやろ、カフェインやろう言う、カフェインやろう。もう舞台の時はさ、うん、あんまり入れすぎるとあれなんで。カフェイン？アドレナリンがさ、出るからさ、うん、そうだからカフェインとアドレナリンでも、うん、こうなるから。あと、私のお腹、そんな強い、なる。だから、If I drink too much coffee, I have to go to the bathroom. それは良くない。舞台前は結構柑橘系とかもダメだね。へぇ、みんな、多分みんなだと思う、なんかお腹緩くなっちゃうから、基本的に、緊張で、うん、あ、そういった意味でご飯もちょっとなんか、溜まっちゃうから、お腹に。 Learn from experience. That's the only way you know how your stomach reacts. この部屋は猫アレルギーがひどいんです。ヘアセット、ヘアセットは初めて、ウィグを使って初めてです。あと1時間。あー、やばい、あと1時間ですよ。いやいや、余裕そうっすね。私今日結構仕上がってるんですよ。頭がはげてますよ。レッスンでまあまあなんか調子が良かった、なんか不調なところがない。でも頭はげてますよ。逆にこういうなんか待ち時間の時になんかやってた方がなんかそわそわしちゃうんだよね。あ、なんかやんなきゃみたいな。あ、でもなんかやることない、なんかやんなきゃ、あ、でもなんかやることないみたいな。リラックスした方がいいな、まあ、意外となんか自分のルーティンとかやっといた方が時間がいたずらに過ぎないだったり。ミラさん、本当ですか今の？それは各々の準備は違います。この人は直前までダラダラしてギリギリに言い方いい。今マユさんが直してくれたんだけど、あー確かにいいかも。大時間出たわ。なんか整ってる、めっちゃつきやすい、ね、すごい、あゆさん温めてるんですか？うん、温めてる。大変でございます。
1幕終了、どうでした？私ちょっと疲れた。まあ、I enjoyed it a lot. You watch? いや、めっちゃ良かったです。良かった？はい、うん、ありがとうございます。もう2幕頑張ります。あと2幕二幕座りましたのところ、うん、でスマイル しました。クランプ、 I got a cramp on my knee。 え、つった？ I was smiling and then maybe the muscle pulled. I was like and I was like little by little like massaging a little bit like I was like、oh, I shouldn't smile。 表情筋ありがとうございます。お願いありがとうございました。
ライン終わりました。終わりました。今日の日本語のスピーチはもうちょっと早く。確かに確かに前回練習したんですか。じゃあということで本日はがネレアさんの密着パフォーマンスデーでした。最後にお伝えしたことはありますか。皆様のサポートがとてもお立ち寄りくださいませ。感謝しています。心から今後も一緒にこのような舞台を作りましょう。ありがとうございます。ご来場いただきまして、はい、ありがとうございます。ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack map here. Track of in. Pack map here. In track your map. Pack here. In. We're on the way to New York City. Take my hand and